はじめまして。現在私セブ島で暮らしているんですけれども、どうしてセブに来ることになったかというと、約10年ほど前にセブには留学で来たことがあって、その時からいつかこの国に戻ってきてみたいな、この国で暮らしたいなと思っていたのがきっかけでした。実際にフィリピンで暮らすとなると、こちらで仕事を探さなければいけないんですけれども、やはり自分一人の力で仕事を探すというのは相当難しかったです。そんな時にエージェントというものを知って、 JK ネットワークさんのことを知ったのもその時でした。 JK ネットワークさんには自分が求める給料水準、あとはしっかりとビザのサポートをしてくれる会社を紹介してほしいというところでお願いをしました。 JK ネットワークさんはしっかりとその条件に見合う会社をいくつか提供してくれて、しっかりと会社と僕の間に立って、面接の日程のやり取りですとか、そういったスケジュール調整をしてくれました。 JK ネットワークさんには日本人のスタッフもいますので、英語に自信がない方は日本人のスタッフを頼ってみるのもいいかもしれません。実際に僕は JK ネットワークさんがいなければ、今のお仕事をですね、そういったところに就職することも難しかったと思います。僕と同じように海外で仕事をしてみたい、海外で暮らしてみたいと思っている方は多いと思うんですけれども、今一つ勇気が出なくて一歩が踏み出せない方が多いと思います。英語力が不安な方もいると思いますが、まずは一度 JK ネットワークさんにメールや LINE で構わないので、一度コンタクトを取って、そういった面も含めて相談してみるのがいいと思います。自分の年齢や英語力、そういったところで勝手に諦めないで、まずは一回相談して、この条件に合う仕事というのがどれぐらいあるのかというのを一度聞いてみるのがいいかもしれないですね。もしセブ島で勤務することがあるのであれば、いつかこちらで僕と一緒にご飯を食べましょう。それではこちらでお待ちしてます。バイバイ。